来月4日から始まる新番組シェア。今日はその舞台裏密着第2弾。今回はテーマ曲のレコーディングに密着。この地域のこの時間帯にどうなんだろうっていうのはすごい考えたかもしれない。インパクトオブザベストだと思って取っかかりに勝負かけてますから。こんにちは。あ、こんにちは。すみません、今日はよろしくお願いします。バリンさんの後です。よろしくお願いします。テーマ曲を作っていただくのは作曲家ナオト。そもそもなんですけど、こうなんでお受けしていただいたのかなという。あ、このお話ですか。はい、まず僕須賀川 の, 観光ボタン探し大使をずっとやらせていただいておりまして。直人さんが須賀川市を訪れたのは2011年6月。震災で傷ついた子どもたちを励まそうと市内の小中学校を回った。2012年には当時仮設校舎で授業を行っていた須賀川第一小学校への応援ソングを作曲。これからできることなんではないかと思って。震災以降、福島のそばにいてくれた作曲家だ。なのでこのお話をいただいたら、あ、やっと書き下ろしが来たかと震災からも10年ですか、経って、新しい一歩をみんな進もうとしてるし、いろんなことが多分きっかけってやっぱ必要だと思うので、そのきっかけを逆に僕は与えていただいたような気がしてるので、人も素晴らしい人を輩出してるから、そういう人たちと一緒に音楽を作るっていういいきっかけにもなるなと思って、だから受けました。はい、今回レコーディングに参加するメンバーも直人さんらしい人選だ。お世話になってます。佐々木と申します。よろしくお願いします。斉藤です。どうも。はじめまして。おはようございます。独特の風貌で現れたのは、郡山市出身で日本を代表するフルート奏者の斉藤和志さん。ちょっと寝坊しちゃってチャリで来たんだよ。いや、優秀な日本でもう優れたフルーティストですからね。いやいやいや。全然フルート持ってきました。持ってきてますよ、多分ね。東京フィルハーモニー管弦楽団の首席フルーティストですからね。一番偉い人ですからねで、僕の一個上の先輩で、すごい人ですよ。郡山もあれですよ、びっくりするぐらい誇った方がいいレベルフルーティストですよ。あんな格好してますけど、ま、そしてもう一人が、ちょっと今都会ぶって普通に標準語で喋ってますけど、やっぱり早くたまには福島さ変わりたいなって思いますよ、やっぱり、うん、南相馬市出身の最上貴之さん。最上さんもまた日本を代表するオーボエ奏者の一人だ。完成したテーマ曲とは。